皆さんこんにちは、くるくるくるです。今年ももう残りあとわずかになってしまいました。でもいつもと変わらずマリオメーカーやっていきたいと思います。まずはこちら、注目世界のとても難しいからちょっと難しいコース、大ちゃんという方のコースですね。クリア率 1% ぐらいですね。遊んでいきましょう。とても難しいやるの久しぶりなんでかなり不安でございます。どういうコースかな。あのハテナブロックは叩きたいですね。なんとかね、スターがある。はい、どうすればいい。キノコかなんか入ってるわけではない。どうする、上行く。とりあえず上ですよね、やっぱり定番はね。なんもない、なんもないのかよ。右飛びしてみたけど、おー、はいはいはい、あれキノコでしょ、違うのかよ。あ、ジュゲーム、5号の素敵でカイザリ世紀の水行を待つ、雲来待つ、風来待つ、食う寝るところに住むところ、やぶら工事、ぶら工事、パイプパイプパイプのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介くんから雲を奪い取っていきましょう。で、この先は今のところ中間がない。なんか勢いで来ちゃってるけど、中間がないとかなり不安です。スパナ怖いんだもんだってね、しょうがないよね。だから中間欲しいですよね。あー、ほら、いったー。こんな無謀なことをして。ほい、ここら辺にキノコない、実は。キノコはない。実は入れたりしない。ちょっと試すの怖いな、やめよう。というわけでまた上から行きましょうかね。いや、今度は下降りてみるか。ここなんかある？特に何にもない。というか難しい、これいけないかもしれない。ほい、上、よっけー。今なんかでっていうの音聞こえませんでした？あそこかよ、なんでさっき出てこないんだよ。でもこれでって言った方がいいですね。ちょっと頑張って取った方がいいと思う。早く出てこいよ、でっていう。オッケー。で、こっちに戻って、お、上に着いたら、この辺でカメックが来るの待ちますかね。カロン食べちゃうか。邪魔だ。あれ、ジュゲムさんは？あれ、マイハニー、ジュゲム。あれ、ジュゲムが来ないよ。なんでなんで。やばいやばいやばい。B スイッチ？やばいやばいやばい。やばい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 。変なことしすぎた。とりあえずまずは、でっていう確保からの、からの、なんかやたら苦戦してるけど、あ、 B スイッチはたまたま出てきただけかな。ジュゲーム、ジュゲーム、あ、来た来た。ほい、ここで奪えば結構いけるでしょう。もしかしたらこの辺にキノコあるのかもしれないけど、それより進むことを優先でいきましょう。ジュゲムくん、フルネームで呼ぶの大変なんで、フルネームではもう呼んであげません。ハイウェイ、あ、オッケーゴール。よかった、今回のコースをクリアできたのは、ジュゲームジュゲーム5号の刺激でカイザリ制御の水行松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、やぶら工事ぶら工事、パイプパイプパイプのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介くんのおかげで、ちょっと難しいコースクリアすることができました。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。今日はこちらのコースでラストにしたいと思います。タイミング&ダッシュ自動、アスカチャンネルさんのコースです。遊んでいくの久しぶりですね。全アスカ制覇するなんて言ってましたけど、
これがやっと2個目です。クリア率 14%。 タイミング&ダッシュって2通り楽しめるっていうことですかね。どういうことだろう。とりあえず今ダッシュし続けたら落ちました。どうすればいい。上行く。はいはいはい、タイミングよく上に登れっていうこと。え、どういうことだ。はいはいはい、どういうことだ。よくわからず。あれ、どういうこと、どういうこと、マジでわかんないんだけど。はいはいはい、ずっと走ってたら炎当たるよねこれね。当たらないのかよ。すげえすげえ、今の当たると思ってた。で、さっき避けちゃった。なるほどね。タイミング、最初のタイミングですね、大事なのはね。はい、というわけでアスカチャンネルさんのコースクリアさせてもらいました。タイミング&ダッシュ自動、このぐらいの難易度だとありがたいんですけどね。他のコース、タス系のコースが多いんですよね。なかなか難易度が高い、頑張らないと。というわけで今日はこの辺りで終わりにいたします。また次もよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるクール。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。